はい、どうも、菅原です。今日は膝蹴りについてやっていきます。膝蹴りの、極意ですね。膝蹴りって結構、ルールによって膝蹴りがこうありなしってあると思うんですけど、ありのルールで使っていいのにやっぱ使えないなっていう方は結構いると思うんで、やっぱ膝蹴りは結構、使えるんだけど難しいんですよね。はい、でそのやっぱポイントが結構あるんで、そこを分かりやすく教えていきます。お願いします。膝蹴りの極意やっていきます。じゃあ城さん、お願いします。やっぱり最も難しい技ですよね、はい、結構プロでも、使えない人もいるんじゃないかなっていうぐらい難しいんで、で なんで難しいかなんですけど、蹴りと同様なんですけど、足でこう、足だけで、右膝だったら右足の力だけでうわーってやっちゃうと、前にも行っちゃうし、まだ重心も上がってるし、効かないですよね、はい、当たったところで。あと距離感ですよね、難しいのは。どこでやったら当たるんだろうみたいな、この辺でやっても当たんないし届かないんで、立ててここでやっても近すぎて、当たるけどもう効かないみたいな。だからやっぱその辺が難しいポイントですよね。で、膝蹴りを強くする、ポイントとして、この股関節なんですよね。ちょっと難しいけど、ここをいかに使うかになってきます。なんでここが要はまっすぐの状態で、ここがまっすぐの状態でこうやってやっても効かないですよ、はい、じゃなくて骨盤をちょっとこうお尻を出して、お尻をこう前にやるような動きが必要なんですよ。そうするとこう前に、膝蹴りはこう結構上に行きがちなんですけど、前にやるものなんで、飛び膝とか顔面膝だったら上なんですけど、前にこう突き刺すようなダーンっていうイメージで行きますと、こううわってこうあるなるんですけど、ちょっとダメなやつと比べて本当に足の力でやると結構強めにやってみます、はい、もう一回、はい、多分奥にはいかないんですよね。なんか表面で痛いみたいな、はい、で次とちょっとこううわーみたいな、ゾーンみたいな感じになると思うんで、で骨盤っていうちょっと難しいですけどね、初心者の方には。ただここのこういう動きですよね。あとちょっと後ろから見てはいいかなと思うんで、足がただ上げるだけだと本当に足で蹴ってるような感じになるんで、実際は後ろから見たらこう畳むんで足を、でかかとをこうつけるような感じで尖らせます。こうじゃなくてかかととハムストリングがこうつくぐらいの感じで尖らせて、で後ろから見たらこうじゃなくてちょっとこういういきますというような感じで、パンチもこうっていうよりはインパクト当たる瞬間にグッてこう入れ込むんですけど、そんなイメージですよね。蹴りでいう、膝でいう
ただバーンじゃなくて瞬間的にクッてこうグッて入れるような感じ。はい、まあ、だけど横からこうやってるのとは違うんで、そこはちょっと難しいですけど、じゃなくて当たる瞬間にまっすぐ行きながらグッて入れ込む感じですね。最初からフッてこう横に蹴るんじゃなくてっていうところですかね。